私、内緒のことさせるのに、よくあるんで、AV 会社設立したらおばちゃん集まるな。それしよう。AV 会社設立しよう。これ AV 会社は1個でいいか。あ、これでそれをラウンジに持って行ってもいいし、パソコン、来た従業員をパソコンにさせてもいいし、名義借りて会社やってもいいし、クレジット借りてもいいし。悪いのね、クレジットなんか取って人の電話、クレジット番号取ってね、ヤフーじゃないけど。それで、セブンイレブンで物買ってね、バカちゃうのね、アフリカで写真撮るのね。それで人に売りさばいて。それでね、今時ね、ダメですわ、カメラがあるから、マスクしたって、目認証とか言ってね、そのぐらいの時代ですから、悪い子してもダメ。だから、よく考えたら、万引きとかなんとか人騙すやつおるでしょう。なんとかいうの振り込み詐欺みたいなね。なんぼお母さんが亡くなったか、亡くした、カバン亡くしたとか。あれよかね、アホやね。俺分かったわ。物事知っとるからね。あれね、そういうことも知らんのですわ。で、背広の丈が合わんとかね。背広の丈合わしてから行けんね。さっきそういうの、ノウハウないの。今時ダメ。全部、岸野さんの場とか呼んだぐらい回ってますよ。俺さっきね、なんかセブンイレブンでね、警察来てたよ、大きい警察を。俺ちょっと下見たらね、男アホみたいな顔してる。何をしようと思って、なんだろうかと思って、多分規制上げとんじゃないですか。ほいでね、ここのね、よしゃべるけど、10年おるからね、最初ね、誰か構わず、ひゅー言うとった男おったんですよ、若い兄ちゃん。いなくなりました。どっか病院入ったんちゃうかな。ひゅー言うて、多分女の子言うとったんですよね。とにかくいろいろね、首の曲がった90度でおさぶりなくなりました。自転車また、こう、カタカタ足で漕ぎながら、そんなおばちゃんもいなくなりました。下の爺もいなくなった。あれは誰もいません。以上。